もう映ってるもう映ってるよ。俺いつもこれやっちゃう。やめてよ。敷き詰めたでしょ。インスタの。インスタのあれね。あの全部嘘なんだ。そう全部嘘なんだ。全部嘘なんだ。プロレスの。プロレスの。プロレスのモノマネって言ったけど。好きな食べ物梅水晶。全部嘘。名前と小山子以外。そうそう、それ以外全部嘘。最悪なんだよ。いや、なんか。何なの。やっちゃおうと思って。これなんだよ一緒にやんなよプロレスのモノマネ見たことないな。こんなことしてる人誰なんだろうって思う。梅水晶って知ってる。知らん。これなんか梅と鶏の軟骨と、うん、なんか塩だれみたいな、うん、まあ、つまみなんだよお酒。へー、うん、で一回食ったことあるんだよね、うん、美味しかったの。美味しかったよ、うん、もう味覚えてない。でも書かれてるよ書かれてんじゃん。もういつも頼むいつもの一品みたいな感じで書かれてるけど全然わかんない。よく知ってんね全部嘘って。俺言ったんだっけ。俺言ったんだ。全部嘘びっくり衝撃発したもう楽しいなって感じる瞬間は結構多いな、うん、あのさ、うん、校舎長になっちゃってあこう生徒と接する機会が一気に減ってもうこの喋り自体がもう楽しい。あもう仕事全部向こうにロビーに追いやってこうやって喋れる今がめっちゃ楽しい。変わった。何2年の時から楽しいって感じる瞬間。変わったよ。変わった。先生も新しく入ってきたから、うんうん、話してるだけでもすごい楽しい、うん、ああ新しい先生だね。特に女性が多くなったから、ね、そうです ね去年のロビーは野郎しかいなかったからね。男くせ男臭かったからね。ね村上先生しかいなかったもん ね、 ね確かね、ね、そうだそうだよ。それ考えると今年は俺と朝倉先生だけじゃん。うん、うん、新しい先生喋った。喋った森先生とか。うん喋りました。源田先生、うんうん、古川先生とも喋った。喋る。あそうなの、うん、森先生はヒーリング合いそうだ。合う、うん盛り上がってくれそう、一緒に、うんうん、まあ俺俺とも盛り上がるでしょ。うん、もちろん、うん、で俺とも盛り上がるけど違うでしょ。うん、うん、違う、うん、ガキがええー、なんかほらこういうの求めてる時あるでしょ。なんだかんだ言って何森さんみたくさこうやって喋って、うん、生徒と先生って感じでもあるけど、うん、たまにはこういうさ先生なのか生徒なのか分かんなくなるぐらいこうやってヘラヘラしてる時が、それが一番楽しいんだ、うん、1年生の時からそう。ああそれは変わんないかも。変わんない、うん、なんて呼んでる男と。カスヤちゃん。カスヤちゃんだよね。リョウちゃん。ああそうだね、うん、そうだね。リョウちゃんって呼ぶの完成ぐらいか。あマジで。あと誰かよ。マナトとか。マナト呼ばれる。カスヤ。カスヤみたいな。カスヤ、うん最近はもうねレポート見てるレポート2番。いやそれはこれ隣でレポート隣でミディアがいる。ここミディアがいる。ここにハハハハ似すぎてちょっとモノマネめっちゃ好きだから。俺のモノマネして。下校時間、うんうん、はい下校時間になった時の、うん、じゃあ、うん、はい、パターンは、うん、はい帰るよこれパターンは。パターンは、うん、パターン2おっ。え、俺そんなつまんないやつやってるやってる。でもこれめっちゃあるパターン。あのナルトのネットフリックスのあれぐらいシーズンシーズンめちゃめちゃあるほんとあれめっちゃあるよね。どっから見たらいいんだろうあれシーズンもう点々点になってるから。あ、シーズンいくつなのこれ。多いわそれは。多いめちゃめちゃ引き出しがありまくりなんですよ。それは多いわ。でもそれ言ったらそっちも引き出しは多いよね。うんうん朝10時のパターンと10時半のパターンと、うん、11時のパターンとそれ以降は来ないパターンだ来るよえ何の話か分かってないでしょ。え遅刻遅刻してんパターン遅刻してんいろんなパターンを引き出し自分持ってんな。ここから来るパターンもあるし本当にね寝坊しないようにしないと。うん、ほら2年の時はほら割とさあのモーニングコールもらってたじゃん。ハローみたいな。はい。はい。I'm Jessica。今日は
たよ。今日来たか。5時40分に自然とね。5時40分朝朝って時計見て、うん、あめっちゃ早起きできたわ、はいはいはい、ってこうカーテン開けて、完全に起きてはないけど体だけ起こして、はいはいはい、こう水飲んで、あいい子じゃん、こうしたらこうなっちゃった。二度寝しちゃったもんね。まあいいけどね、レポートで出してるし。レポート出してるね。出してます。あそうなの。レポートだけはいつもしぶとく出してるの。僕のね、うん、本当はこうメリハリをちゃんとつける。あーよく言うわ。そうよく言うわ。あーごめんごめん、出ちゃった出ちゃったごめん。なんでもないのね。なんでもない、なんでもない、気にしない、気にしないで。いや出ちゃった。ちゃんとやるときはやる、やるときはやる、やらないときはやらない、やらない。そうだよ、奥の時のね、切り替えが大事だからね、本当にどの口が言ってんのかって感じ。ごめんごめん、なんでもない、ごめんごめん、なんでもない、ごめん。好きな食べ物何？リズム感、うん、パン、メロン、フライドポテト、メロン、ハンバーグ、メロン、サラダ、メロン、ハンバーガー、メロン、カレーライス、メロン、ずっとメロンばっかり、ずっとメロン、メロン以外ないの、マジで。逆に聞くよ、よくポンポンとお前出せたの。好きな食べ物いっぱいあるから。なんでそんなに、俺メロンだけで生きてきたんだよ。本当に本当に本当に、メロンみたいなこの高級ボディ君な、なんなにこれ、これ何これ、見たことないよこれ何これ何これ、ピンクスって書いてあるけど、ホットドッグ、ホットドッグ、ホットドッグって言ってねえじゃん一言も。別にホットドッグ好きで、うん、これ着てるわけじゃねえよ。違うんだよ、違うんだ、違うから。俺これメロンで作ったメロンで作った、メロンで作った。どこの部分、メロン、皮、メロンのこのヘタにこう繋がってる部分の、この茎の部分、そこ茎の部分で、そこ切って伸ばして、そう茎で伸ばしてです、これ糸にして、すごいな、うん、メロン大好き。好きな食べ物の話、好きな食べ物の話をしてるのね。何、なんかいっぱい言ってたけど、何が好き、いっぱい好き、あ一番、一番、一番何が好き。フライドポテト、フライドポテト、あでも確かに一番最初に言ってたね、フライドポテト一番最初に出てきた、うん、あ分かるよ、音とかいいよね、うん、うん、ティロリティロリ、あそっちなんだ。え、あ何、食べるのが好きなの。食べるのが好き。あ、なんだ最初からそう言えよ。なんだよ、何の、じゃあ何の話だよ。メロンの何、最初から言えよ。メロンの何俺サクサクってしてるのが好き。サクサクって食うのが最高。うん、シーシーしてない、つまようじ、つまようじ、あれフライドポテトじゃない、フライドポテトじゃなくない、あれ違う違う違う、あれ揚げられてんじゃん、揚げたて、揚げたて全部置いてます、じゃん揚げたてだ、ご自分どうぞ全部の店置いてあるよ。うん、フライドポテトって人気だな、やっぱりと思ってやってるけど、違うの、違うでしょ、炎上するよそんなの。炎上しちゃうの、またつまようじポテト事件っつってさ、で美味しいとか言って、損害賠償美味しい何千万となるよ、おかわりとか言ってる、違うな欲張りとか言って、欲張りとか言って、後ろからデリバリーできてきましたとか言って、デリバリー、欲張り、デリバリーとか言って、欲欲張りで、まあ、なに、マッシュポテトが好きなんでしょ。まあ、フライドポテト、まあ、マッシュポテトも好き、マッシュポテト好き、朝マックの好き、違う、マッシュポテト、それマッシュポテトでしょこれ有名じゃん、なんか、あ、ブリンバンバンボン、あ、そう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 、ブリンバンバンバン、ブリンバンバンの、うん、あれでしょ、あれでしょじゃない適当やなよく見てた、よく見てた、うん、ねえ、マッシュルーム、マッシュルームでいい、あ、マッシュルームじゃない、マッシュルームいらない、マッシュル、マッシュルーム、マッシュルーム、ね、おて、おい、聞かれ、うん、俺の筋肉、おい、マッスル、マッスルでアニメじゃないの。ありがとうございます。整備学園グループ7月より学校説明会スタートします。藤原さん、内容の方は、はい、整備学園の説明が聞けちゃう概要説明、そしてコラボや授業の体験、そして在校生の生の声が聞けちゃう先輩トーク、そして最後には個別相談ができちゃいます。
はい、ということでですね、概要欄の方に、お申し込みフォーム貼っておりますので、ぜひ、皆さんですね、そちらからご応募いただければと思います。皆様のご参加お待ちしてます。テレビ学園チャンネル。テレビに入って小山校で3年間過ごすと、こうやって先生とずっと喋れるよ。本当に何も気負いもなく喋れます。おしゃべりですね、皆さん。はい、はい、必要なことも必要じゃないことも喋っちゃうね。ということで、はい、おしゃべりでした。